Hello. This is Atago, Shigaman, and Hiroshayashi, Japan.Mystery of Inari, Fox God in Japan.Who is a Fox g o d 謎の z o n o i n とは誰なのかご存知のように、日本には全国津々浦々に、i n a 神社があります。私たちは、親愛の念を込めて、おいなさんと呼んでいます。このおいなりさんと呼んでいます。 とは誰なのか、どんな神なのか、その謎に迫ってみたいと思います。あたごさんという方が情報を送ってくださいました。本当にお稲荷さんは、まあこうした獣なのか、それとも狐なのかということですね。 その時、シガーマンさんという方からこんなメールが届きました。豊川稲荷の例大祭に行ったところですね、こんな飾り物を見たというのです。で、アタムさんの情報をもとに考えていますと、一番近い神様はヘルマン・ニュービスということになります。 ヘルマニュビスというのはヘルメスとアニュビスの間に生まれた、まあ、子供というか神様なんですね。これがヘルメスです。ギリシャ神話の中でも大変位の高い神様でした。顔が同じということに注意してください。このヘルメスとアニュビスの間。 って言いますか、掛け合わせたというのもちょっと、ね、あの語弊がありますので言いにくいんですけどもふさわしい適切な言い方がありませんのでその間から生まれたのがヘルマー・アリビスですまあそのことを説明していますけどもヘルメスギリシャの神話の神様とそれからエジプトの神様一時期あの ギリ,シギリシャの神々がエジプトを支配したことがあるんですね。その時,時にこのヘルメスとアニビスの間にあできたのがこのヘルマ・アニビスという神様なんということになっています。でこれが日本のイナ、えー、さんでお稲荷さんと関係しているのではないかということなんですね。 まあ確かにこ似てるんですよね。ただしヘルマーリビスの方は体は人間です、まあ、ご覧になった通りですけどもこの豊川稲荷神社というのは大変不思議な場所にありますそれをこれから説明しますが豊川稲荷神社 稲荷神社はここにありますで地元へ行って言いますかここへ何度も足を運んでいろいろ話を聞いたんですけどもこの豊川市内の方はですね皆さん3箇所を豊川稲荷も含めて3箇所の寺や神社を回るのが習わしになっているそうですそれが親友まあ 神社と、それから三明寺というお寺だそうです。ここに豊川稲荷神社があります。これが神友神社ですね。そして三明寺がその下にあります。それで私はこの三箇所を線でつないでみて、角度を知って驚きました。まあ、これが、あのー。 一つの糸口になったんですね。で、この間の角度が90.00という、まあ、読んでいいわけですね。エラーの範囲に入りますから。で、この線がどこへ行くかということを調べました。で、岸角が336.26ですから、その線をずっと伸ばしてみますと、UK のここへやってくるんですね。そして、一番近いところに日本と深い関係のあるエイブベリーがあります。で、今度は逆にエイブベリーから三明寺に線を引っ張りますと、線が重なる。重なりますね。 ということはこの線は AVL を示しているというふうに考えていいわけです。で、この横線はどこかということで調べていました。同じように245.86で進みますと、ズバリアユタヤを通るんですね。まあ、これも一つ驚きました。つまり、今度は逆に今度はあゆたから親友神社の方に線を引きますと、やはりぴったりと線が重なります。 ではもう一本の線ですね。この線はどこへ行くか。303.75で線を引いてみます。そうしますとここへやっていきます。これはほとんどエラーなくギザのエジプトのえギザのピラミッドへやっていきます。今度はギザのナンバーツーのピラミッドから三秒字の方に線を引きますとぴったりと重なります。すなわち、 これらカ所の神,神社や寺はですねそれぞれの方向黄色い線はエイブベリー青い線はアユタヤそして緑の線はギザのピラミッドを指し示していることになります。で重刀人間の話をします。先ほど日本の稲荷さんは体も獣だというふうに言いましたけども キトラ古墳の中に、まあ、こんな奇妙な絵が見つかるんですね。で、クダラの王子という説もありますが、何もあの、まあこれはあの日本人の癖なんでしょうけども、何でもその外国から来たというふうにしないと落ち着かない民族なんですね。まあそれはそれとしまして、このキトラ古墳の中にはこんな絵が描かれています。 これが先ほどお見せしましたヘルマニュービスの像と不思議なほど一致しています。まあ、ご自身でご確認ください。 まあ、こ,のこうした、まあ、一致をですね、どのように捉えるかという問題もあるわけですね、まあ。それはさておきまして。では、そのエジプトの神はどこに住んでいたかと,ということを調べてみますと、そのヒントがですね、下の方にあります。シノポリスというところですね。 で、シノポリスというところを調べてみました。それは、ハマサという近くのナイル川の土手沿いにあるというふうに書いてありますね。そして、犬、狐ではなくて犬というふうに書いてありますね。日本では狐、エジプトでは犬。似てるから、まあ問題はありませんけども、ここがシノポリスなんです。 で、調べてみますと、この辺りがシノポリス。そのすぐそばに、あのエドフがあります。私はこのエドフを大変重要視しています。理由は簡単です。このエドフからナスカに線を引いてみます。私のナスカ理論によるものです。で、中央にグランド十字架、いわゆるグランドクロスですね。巨大な十字架が見えます。エドフからの線は、 このグランド十字架の横線とぴったりと重なります。縦線はティオティワーカンーのそばのプポカティ・ペティ火山からの線です。なわちこの縦線はプポカティ・ペティ、横線はエドフを示していることになります。もう一度やっていますからご自身でご確認ください。エドフが重要であったというのはそういう理由によるものです。そして この江戸府と豊川稲荷神社の間には大変不思議な関係があります。これが江戸府神殿ですね。の、えー、庭の道の様子です。道というのはですね、遺跡と同じように一度できますと長く残るんですね。下が豊川稲荷です。これを反転してみますと、こうなるんですね。で上の 道と下の道を見比べてみてください。やはり発想といいますか、コンセプトが同じであることに皆さんお気づきになると思います。この角度もほぼ同じなんですよ。特にこの赤線が作る赤線と黄色線が作る角度もに注意してください。そしてその道の途中途中には、まあ、丸いって言います、丸で示しましたように、 寺があったり造形物があったりするわけですね。下の,あの豊川稲荷の方は現地行くと分かりますが、これ壺を並べてあるんですね。これが豊川稲荷神社です。江戸府の重刀人間について申し添えておきます。 これが江戸府神殿で、その中の中心部ですね。その、えー、これは向かって、えっと、左側だったかなあの、かもにこんな絵が飾ってあります。中央にいるラージヘッドマンを見てください。もうこれは明らかにエイリアンです。地球、地上の重力に耐えられなかったのか、えー、あの、このエイリアンの左側の人たちは椅子に座っています。 これがコンヘッド、超等人間ですね。ここはあの、エドフは鳥人間の本拠地ですから、バードヘッドかなとも考えています。一番右にいるのが人間です。一番位が低いことが、低かったことがこれでお分かりになると思います。そしてその人間の前に立っているのが、重党人間。いわゆる、頭が銃で、体が人間の 生命体ですねアニマルヘッドマンと私は呼んでいます。で、ついでながら、ラージヘッドについて簡単に申し上げておきますと、このラージヘッドは頭が大きくて、まあ、地球には住めなかったと思います。足も細いですね。椅子に座っています。 ってことも、ちょっと覚えておかれると、エドフの性格がどういうところであったかということがわかります。で、日本とエジプトですけども、離れてますね。距離は、これがあの、右側の、豊川稲荷神社で、左がギザのエジプトですね。日本から、 エジプトに神々が渡ったのですよ。その距離は9520キロです。ではどうやって渡ったかという問題も出てくるんですね。その途中にはほとんどといいますか、類似した重刀人間は見られません。頭が狐もしくは犬の重刀人間は見られません。で、シガーマンさんのこの、まあ、飾り物ですね。 大きなヒントになりました。皆さんはこれが何だと思いますか。ここでまた例の綱引きが始まります。UFO である、UFO でないというまあ両者がですね綱を引き合うわけです。そしてバランスの問題ですね。私は UFO であるというふうに判断を下しました。まあ、遠い昔トヨカの人たちがですね。 これを見たのでしょうね。そして、それと同じものを作って、そして神々を祝ったわけであります。同じことはチベットでも言えますね。そして中世のみならず。まあ、過去に人々がですね。こうした絵を私たちに書き残しています。 横とのの連絡のない時代でしたから、こうした絵一枚一枚にそれなりの信か信憑性があるわけですねまあ過去の人たちは懸命にこうした絵を描き描いて私たちに何かを伝えようとしましたがその中でもこの絵に注目してくださいこの絵ですねでこの絵が、 豊川稲荷神社の霊体祭の飾り物に私は大変よく似ていると思います。まあ、結論を申し上げますと、日本で生まれ育った神々がある時期、エジプトに渡りました。エンリルも、エンキも、そしてイスタール、イナンナですね、も 日本で生ままれ育ちましたその距離は 9, キロありますそしてエジプトではヘルマヌビスという名前で神の座に就きます。日本ではお稲荷さんとして現在の今も多くの人たちの信仰を集めています。 ヘルメス。アニュビス。その間から、生まれたのがヘルマアニュビスということになります。日本から、エジプトに神々が渡ったのですよ。そこを間違えないでくださいね。ということで、thank you very much for watching, and bye.